まずね、高尾山付近といった方がいいですね、まずはね。ある某スーパーの駐車場で撮ったのが、これちょっと、これね、カラス、普通のカラスが自分の目の前に出てきたんですけどね、これちょっとね、お流しますよ。何見ますこれ。天狗が羽広げてこう飛んでいくようなね、うん、これね、実はね、この天狗シリーズやる前に自分は車の中でずっと生活してて旅してあげた時に八王子の方の道の駅あるさ、そこに寝た時に天狗様が現れて、ちょっと高尾山来いよと、その時にも何て言うのかな、まあ、寝てるっていうかこう何て言うのか、そういうこうフリーズ状態みたいな、自分がね朝寝てもいないし起きてもいない状態で、朝方にわーっと体が浮き上がってね、こうくるーっとこう回転して、して回転したと思ったら闇の方にスーッと引き込まれてて、戻された時に高尾山のこのカラス天狗が出てきて、始まりの力なり、我は始まりの力なりと、高尾山のその天狗はね、始まりの力なり、その始まりの力を取りにおいでというような寿司を受けて、まあこういう不思議な映像を撮れたのと、これね、ちょっと高尾山のとこの下のとこのコンビニでちょっと撮ったんですけどね、これちょっとこれもちょっと高度かもしれない、分かりづらいやつかもしれないですけど、これ渦、黒い渦、これ白い渦ね、ここに黒龍いるんですよ、こう黒龍、龍で、こっちにはね、よーく見ると分かるんだけど白い白龍、黒龍と白龍がここにいるんです。こういう画像が高尾山の下の元で撮れた。で、これまあ龍ですよね。ただここを見てわかるかもしれないけど、なんとかちょっとこれ高度だかわかんないけどね。ここにね、カラス天狗つって。ちょっと笑ってんだけど、こうくちばしがこうあって、こう目、こう額当て。こういう画像も珍しいでしょ、これね、うん、でこっちはこっちでね、ここにカラス天狗がいる、これくちばしね、ここ眉毛、目、カラスのね、こういうのがふもとで撮れたんですよ、こういうこうね、ちょっと笑ってるんだよね、これね、うん、まあだけどね、刺されてなくてもね、勘の強い人だったらね、よーく見ると分かる、うちの奥様が支えてない人でもなんとなく分かるねっていう人もいる、いますよ、まあ現にね。でこれですよ、これが高尾さん雪だったんですね、これ何年か前、こう、うん、これがね3月21日に行ったんですよ、大佐様がね、あれで呼ばれて行ってきた、これわかります？この奥、これね、こういうの映ってみたり、こっちは動画ですからちょっと流しますね、さっと、はい、この目よく見るとすごいオーブが飛んでるんですよ、もう見たらわかんないような感じなんですけど、これよくね、雪降ってる時に行ったねって感じで、自分北海道だから雪降るのがもう車で全然どこでも行っちゃう感じなんですけど、これ今止まったんですけど、これちょっとね、戻してゆっくりも、これゆっくりも、これわかります、戻して、ここに二人立ってる感じ、これいいよ、はいはい、これね、これをまずさらにこう戻していくと、
ろんなとこにこれ、オーブンが。これこれこう、わかります、うん、そうそうそう。これね、カラス天狗様がね、見に来てる。これこれね。この雪もあるんだけど、これ。明らかに雪じゃないようなオーブンが、大きいオーブンが できてるんですよね。隣の力って言ったんですよ、うん。ただ、ここに来る人って結構、幸運になったりなんだかってあるんじゃないですかね。自分、あれです、あんまり北海道の人だから、高尾山っていうのはあまりね、縁はあまりないんですけど、もう雪もね、もうくるぶし隠れるくらいで、もう車をほとんど走んなくてもね、自分北海道の車だから、拭いて履いてるからね、もうガンガン行っちゃって、これこれもね、これ、坂樽の子、いいよ。これはね、オウムは何ですかって、これ一眼に今天狗の力とか今説明しましたよね、うん、俺が言いたいのは、それ天狗は一体何なの、猿田彦の瞑想ですね、そういう風に自分らを見たら言ってたんだよねっていうような感じで、要するにこれはね、光の民っていうか、こうエネルギー体だと思う。それがね、これ見ていくうちに、今証明しますけど、これ今もうオーブンがすごいでしょ、ここ見の。で、この雪の積もった、これこれこれ。これが証明する映像なんですよ。よくあの高尾山って UFO の目撃なんて多いって言いますよね。これね、実はね、小さくなって UFO が隠れてる。ちっちゃい。で、気体から、こう、固体から、なんていうか、こう、気体に変わっていく、こう、変換していくのが映ってるんですね。最初虫かなと思ってるけど、本当に白い粒みたいなのが来て、屋根のところでふわっと消えるような現象になってる。で、これ何ですかって言ったら、光のため、要するに自分らの、まあ乗り物である自分らの存在。で、普段はこう隠れてるんだよ、というような証明なんですよね。この今流しますよ。はい、もう撮りましたね。そうそう、もう一回、もう今これ、ほらもう、いいですか。もうこれはここら辺で、一個戻しますよ。ゆっくり行きますからね。白いの出てきたらちょっとそれで刺してみてくださいね。はい、これはどう見ても物体ですよね。物体ですよね。どう見てもこれ光の物体ですよね。これそれで屋根の方向に行った瞬間、はい、ほらこういう風に来て、はい、うん、はい、消えちゃう。戻すと、で、これをアップすると、こういう。まあ、UFO。UFO に目撃される物体の。起こっています。で、こっちに来て消える瞬間はここに、はい、はい、こう来て行きましょう、はい、でしょ、もうだんだんもう色が薄くなって、うん、はい、これもうこれ、はい、消える、これが証明されている。ちょっとそれはその今度のシリーズでいってみますか。このね、八王子とか青梅とかこの付近はね、ちょっとね、こう神秘的な場所だよね。なんで要するに八福神伝説